こんにちは、ダイスです。今回はビストロの機能を使ってワンボールでカレーを作りたいと思います。ビストロはワンボールメニューってカレー、フレンチ、中華、パスタ結構いろいろあるんですが、その中で全てをこのボールの中に入れて最後ビストロ調理をしたいと思います。ということで早速材料を出していきたいと思います。はい、材料を準備しました。耐熱ボールの他に用意したボールの中には水です。2と2分の1カップになってたので500ミリ用意してあります。他にはじゃがいも中1個 200グラムになってたので、私が持っているじゃがいも小さかったんでだいたい中1ぐらいを準備しました。他玉ねぎが中1、そして人参が1/4本、50グラムぐらいだったんでちょっと少なめです。そして今回は豚肉にします。他には市販のルーを使ってできるので市販のルーです。今回作るのは5から6皿分なのでその分のルーを用意しました。ワンボールカレーはレシピ本のワンボールシチューのところにもあるんですが、実はビストロ本体でも見ることができて、こんな感じでビストロ表記にもなっているし、材料の他にもレシピが出てくるのですごくやりやすいです。工程もかなり少ないのでいろいろと試してみたいと思っているところです。ちなみにココアお好みで小さじ1なので今回はなしにしました。今回はビストロで調理するので多分いつもの鍋で煮込むより早いはずなので、とりあえず先にお米を炊いておきたいと思います。はい、お米準備できました。これで炊いていきます。お米なんですけど我が家ではこちらを使ってます。もともと炊飯器が象印さんのやつで、私が気になってた象印さんから発売されている洗米機なんですけど、これで炊くようになってからお米がさらに美味しく炊けるようになりました。これおすすめです。でボールのサイズも何サイズでもいけるので、高さがちょっと高いボールを使うとすごく研ぎやすいです。はいでは次は早速ですね、材料をすべて切っていこうと思います。はい、作り方なんですけど、全部材料を切ってすべてを耐熱ボウルに入れて混ぜて完了なので、順番は特に関係なく、なので野菜から切っていこうと思います。人参の皮で、普段カレーを作る時って玉ねぎと豚肉を炒めてから始まると思うんですけど、炒める作業は特になく全部ビストロなので一口大にだけ切るのだけ同じぐらいの大きさになるように私はやってます。カレーを自分で鍋で作ってた時は最初に玉ねぎと豚肉を使うんで玉ねぎを切って炒めて火を止めてから他の野菜を切ってって言って、私多分時間をですね気にせず作ることが多かったんですけど、ビストロでワンボールメニューで作れるので最初に全て切ってしまって、効率よくご飯の準備もでき、ビストロに任せてる間に他のサラダとかなんか副菜系も作れたりとか、もう一品増やせたりっていうのがあるので、すごくですね最近楽に料理を作っています時間がなかったりとか火を使わないっていう部分だとガス代とかも、私は今 IH なんですけど、前ガスだったんでガス代とかもその時に気にすればこうできたんだなってちょっと反省してます。あとはあれですね、最後に出来上がった時にビストロ上で約いくらかかりましたみたいなのも出てくれるのが最近とても楽しみになってます。早いですね。
これで野菜が全部切れました。次、すべて入れるので豚肉も入れていきます。 200g ぐらいって話だったんですけど、ちょっとだけ多めになってます。よし、豚肉入れちゃった。はい、豚肉も入れ終わりました。次、カレールー。これは4つに割って入れるタイプなので4つ割りにして入れちゃいます。ここでお水も全部入れます。ココアもここで加えるときには入れるみたいです。できちゃった。はい、では材料を混ぜます。混ぜるって言ってもあれですよね。あ、こういうのを崩したりとかなんだと思います。多分これでいいんじゃないかな。炊飯器が頑張っているはい、水の中に全部入ったので多分もうこれで大丈夫だと思います。はい、ではこれでビストロに入れちゃおうと思います。最後の工程はボウルにふんわりラップをかけるってことだったのでかけてきました。もうここで加熱です。では入れていきます。この状態からどうなるのか楽しみです。加熱へ。もう仕上がりが選べるようになってますね。追加もできるのでこのまま始めます。まあ、まだ分数は出ないんですが、ビストロの調理ってすごく早いので、私今回お米炊くのは通常じゃなくて早炊きモードにしました。炊き上がりも早くしないとこっちに間に合わないと思って、先に炊いておけばよかったですね。失敗したので、次回するときは先にもうお米セットをしてから始めようと思います。はい、あと4分です。ちなみにご飯はもう炊けてるのでこっちを待つだけです。楽しみ。はい、できました。開けてみます。よし、わー、すごい溶けてる。いい感じだ。おいしそう。これね、熱いうちに混ぜ合わせるんで混ぜ合わせます。急げ急げ。はい、では混ぜ合わせます。大丈夫そう。混ぜるときだけ片手ついてた方がいいですよね。うわー、おいしそうな匂い。すごいわ、とろみもついてる。ルーも溶けてますね。これで溶けてるルーをまた混ぜるみたいです。おー、すごい。今度はカレー用のあのブロックの牛肉を買ってきてやろうと思います。どっちでもできるのがいいですよね。あとはそのレシピ通りじゃなくても温度の調節がワンボールでも何個かあったりするんですけど、自分のレシピでこういう感じっていう煮込みもできるみたいなんで、レシピが多い方はそれもできていいなと思います。私は少ないのでまだ使ったことがないです。あ、できた、いい感じ。はい、こんな感じです。出来上がりは美味しそう。それでは盛り付けしたいと思います。しっかり溶けてる。
ください。いただきます。美味しそう。うん。出来上がりはちょうどいい。美味しい。ルーも全部溶けてますし、野菜の火も玉ねぎ通ってるし、お肉も通ってます。うん。じゃがいもは通ってますね。美味しい。これ楽だし、他のも作れるし、めちゃくちゃいいです。うん、美味しい。今日はワンボールカレーにしたんですけど、ハヤシライスとかシチューも作れるので、今度ね、挑戦しようと思います。煮込んでる時ってガスで煮込むと結構時間がかかるし、その場から離れられなかったりもするんですけど、ベストロでやってしまえば時間中は違う作業もできるし、本当に助かってます。うちはコードさんも私もたくさん食べるので、4人分とか5、6人分とかっていう風に作るんですけど、分量も1から2皿とか3から4皿とかって、シチューカレー系もこれぐらいの量でっていうのがレシピ本にも載ってるので、すごく楽だと思います。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Twitter もやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしています。それではまた See you。